小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、三太悟です。2024年1月11日の番組です。もう今年始まって10日以上、はい、明けましたね。明けました。だいぶ経っておりますが、改めまして本年も、はい、よろしくお願いいたします。さあ早速ですが、昨年末最後の番組で2023年を振り返って、小坂さん、劣化の劣という字でね、昨年を表現していただきましたけれども、毎年恒例の、はい、今年1年を予見する一文字ですね、はい、決まっていますでしょうか。決まっております。では今年もお願いします。はい、さあ昨年末の放送でも、今年は希望が持てるというふうに触れていましたけれども、うん、はい、2024年予見する一文字、今年はね、まあ干支的ですけれども、はい、昇ですかね。昇、昇る、あ、昇る、昇る、いいですね。いいでしょう、はい、なんかハッピー感、めちゃめちゃハッピーですね。ハッピーなんですよ。いや、もう過ぎてますけど正月って感じですね。そうまあね、干支的、干支感ありますね。ありますね。初年ですからね、はい、まあ、昇り流、まあ、昇るっていうのはどういうことかというとですね、おそらく、もう去年からこの流れがありますけども、一旦日本ってちょっと、まあ、景気が良くなるって言いますか、少し多分ね、今年明るいと思うんですよ、はい、去年からの流れでね、少しこう人の行動が蘇ったでしょ、うんうん、まあ、ポストコロナでね、明けて、で、まあ、インバウンドの方もどんどん入ってきて、ちょっとこう全体的に活況になってきてる。そうですね、うん、実は私昨年末の秋頃からその本業 MC なので、はい、リアルなイベントもかなり復活して、だけどそれまでやってたオンラインの仕事も継続しているので、そうなんですよ、もうめちゃくちゃ忙しかったんですよね、うんうん、もう人がいろんな形で動いてるんだなっていうのを実感しました。そうそう、まあ実はですね、これ私とか、まあ、私の友人知人の割とこう経済通 の、はい、方々も非常に共通した見解がありまして、多分今年はちょっと景気いいと、うん、そういう意味でね、はい、景気いいんだけど、やったぜ、まあ長く続かない、あ、全体としては日本って経済力落ちていくので、はい、まあ、多分長く続かない。なるほど。もしかしたら今年ぐらいかもみたいな、ね、あ、そうですか、まあ、そこが暗い話ではなくて、はい、まあ、ということなので、今年は全体的にムードいいし、うんうん、おそらくね、うん、おそらく全体的にムードいいし、そしてであるならば、なんかこうみんな少しこう、コロナのああいうね、真っ最中と違って、ちょっとこう気持ち的にこう希望感あるじゃないですか、はい、この今年というのが、こういうなんかちょっとこう時代の高揚感に押されつつ、自分をドンと押してガッとその登るところに取っかからないといけないんですよ、今年は。なるほど、なるほど。だってもしかして、私の友人のとある経済通が言うように、でもまあ今年は良くなるけど、来年ぐらいからまたぐっと落ちるよねみたいなことだとすると、うん、ラストチャンスかもしれないですよ。もう長い目で見たら、確かに、うん、が登っていく、こう何にもしなくてもわーっと登れる、うん、高度成長期みたいな日本のね、そういう意味での登るっていうことじゃなくて、今年登れるラストチャンスかもっていう、はい、で昨年から申し上げているように、時代はものすごい勢いで新しいものに変わっていっていて、もう人の価値観から行動から感性からどんどん変わっていき、そしてデジタルなテクノロジーがどんどんあらゆるサービスの末端に入っていくというような流れじゃないですか。で、そういう中で今こそ新しい社会が必要とする、あるいはその希求する価値というものを、
自社が、あるいは辞典、まあ、ビジネスパーソンに向けての番組ですからね、あるいはあなたがそれを世に送り出し、登っていく踏み出しを一歩踏み出すというかね、ガチッガチッとこうね、ロッククライミングじゃないけど、はい、だから登るってもう一回言うけど、はい、なんか何もしなくても景気が良くてふわーっと上げてくれるって話ではないんだよ。上昇気流に乗ってるだけではないと。ないんですよ、うん、だけどその時代の高揚感とか、実際に多分人の行動がすごく活発になる1年だと思うので、乗っかれるじゃないですか、ちょっと、うんうん、だから自分でロッククライミングみたいにこう登っていくんだけど、うん、そこにこう追い風が吹くっていうか、はいはいはい、時代の高揚感に包まれながらなんか いけそうみたいな感じになっていくチャンスだと思うんですね、うんうんうん、だけど以前と同じ感覚や意識だと、それはもう時代がどんどん変わってきてますから、はい、これは乗れないでしょ、うんうん、だから登れない、はい、過去の意識はもう取り外さないといけない、うん、自らが以前いかに成功したとしても、うん、やっぱり時代は新しいものにどんどん変わっていってるので、はい、これはやっぱり頭から外しつつも、うん、そして、昨年のね、締めにも申し上げましたけども、この新しい社会が来て、こうその社会で大事になっていくものって浮き彫りになってますから、やっぱそこを掴んでいく。でそれが極めて新しいものであれば、あなたが生み出せるその新しいものをどんどん今年はこう上ってね、うんうん、世に送り出していく好機だし、うん、それから前回のね暮れの、話で申し上げたような、いい意味で昔から大切にされているものがより希少性が高まったり、はい、よりお客さんから求められるようなことでもって、あなたが提供できるものの、うんうんうん、価値がこれからの社会でより高くなっていくのであれば、やっぱりそれがその昔からある古臭いものかどうかっていうのはもうどうでもいいことで、うん、新しい社会において価値が高いかどうかですから、うんうん、そこを逆に言うとしっかり守って、はい、この間うちの会員さんのある工務店さんが、息子がね大工になるって言ってくれましてみたいな、いや大工はお前これから絶対儲かるから大工だよって言い続けてたらその気になってくれたんですよみたいなあって、いやそれは間違いないねっていう、うんうん、で大工さんでしかも腕が良い大工さんってもう絶滅危惧種ですから。あ、そうなんですね、うん、で世の中のたくさんの家がこれから大工によって建てられるようになるって話をしてるんじゃないよ、うんうん、だけどそういう技で作られる家に住みたいっていうような一定層が増えていくわけですよ。だってハイクオリティだもん。そういうことですよね、うんうん、非常にハイパフォーマンス、ハイクオリティでしょ、だからそれはまあハイコストかもしれないけど、うん、でもそれがいいっていう人はやっぱりいたり、うん、でそういう技から作り出せる、まあ、別のものもあるかもしれないしっていう、うんうん、だけど今の時代に大工になるわっていうのは人は少ないだろうから、うんうん、いやそこなんかはいいとこじゃないですか、うんうん、どうか最近これまたうちの会員さん、ワクワクマーケティング実践課の会員さんですけど、石の職人さん、はい、まあ、墓石とかね、石の灯籠とかね、はい、作られているところなんですけども、まあ、そこがですね、古い石灯籠、はい、昔から例えば50年ぐらいこの家にありますとか、そういうところがもう例えば地方でもう住む人がいなくなったので家を取り壊しますみたいな、うんうん、自分は東京住んでてみたいな、実家がそこにあるんですけどっていうような時に取り壊すんだけど、はい、今まで産業廃棄物だったらしいんですよ、はい、あ、石灯籠ってそうなるんですね、うんうん、でそれを石工の技術がその会社はすごくレベルが高いので、はい、引き取ってきちんとこう修理したり、だからその苔むしてるような風合いは残しつつ再生して、はい、またそれをその苔むした感じがいいっていう人がにとっては付加価値が高いので、はい、そちらにお渡しするっていう事業を始めつつあるんだけど、もうめちゃくちゃモテてるんですよ。すごい。もうまだ全然宣伝もしてないのに、はい、聞きつけた方々が問い合わせがあったり、まあ、でも変わらず愛されてるもの、まあ、大切なものですよね。大切なものっていうのもういい例ですよね。いい例ですよね。これじゃどっちかというと昔からあるもの、うん、はい、だけどそれをきちんと次のユーザーに手渡すためにはやっぱり石工さんの存在が不可欠なんですね、うんうんうん、だけどその高い技術の石工さんも少なくなってるんですよ、はい、こういうものだったりね、うんうん、だからこうデジタルなバリバリのね、AI のっていうような人からそういう職人さんたちだったり、うんうんうん、本当に丁寧な接客をしてくれる丁寧な個人のお店だったり、まあ、様々なこれからの時代に大切なものっていうものに
踏み出してですね、だからその新しい時代にとって価値の高いものにもうなんというか一点張りですよ、一点張り、まあそれをすごく会員さんに言ってるんだけど、全振りして、ただしその自分たちの存在や価値はそれこそまたデジタルなあの世界を通じて世の中に知らしめていかないといけないし、そういうところはまたまあきちんとマーケティングしなきゃいけないわけですよ。だからそういうところね、でもそこをもう踏み込んで踏み出して、いよいよ自分のその登るラインにこう取っかかって、そうすると後押しあるから、時代の今年は特にね後押しあるので、ぐわーっとちょっとこう後を押されながら、気分高揚させながら、希望に満ちながら行くですよね、しっかり登っていく、登っていくと、ここそうするとなんか竜が力を貸してくれるみたいなね、そういう年じゃないのって、いやめちゃめちゃなんか景気のいい気持ちになってきましたね。そうなんですよ、でも本当にラストチャンスかもしれない、はい、ので、まあ、今年は私もちょっとかなり覚悟を決めて一気に世の中に対する発信量を増やしていくつもりなんですけども、やっぱりあの皆様それぞれにこれをお聞きになってるあなたが改めて今まで自分がやってきたことや培ったものが、きっとこういう番組を一生懸命聞かれてるあなたは価値あるものを持っているんですよ、でその価値あるものというものをここでしっかり見つめ直し、そしてこれをまあどういうお客様のどういう喜びに資するのかということを一層考えながらそこに全振りしていくと、そういう、そうすると今年は龍の力がですね、こう時代の今年1年やっぱり龍の後押しが、時代の今年の後押しがあってですね、いや今年登る一歩二歩三歩踏み込む、もう本当にチャンスだなっていうふうに思いますよね。チャンスだしラストチャンスだってところは忘れないでいたいですね、かもしれないよっていうところは、そしてある意味では、ここにあまり気づかず、やっぱりその前回申し上げたようなね、劣化の波の方に飲まれていってる人たちも残念ながら今年も多い増えていくと思うんですよ、そうするとやっぱりその価値あるものの方にちゃんと全振りしてるところが輝いていくからね、より一層もう本当にそのお店一つとっても、前回申し上げたようなね、サービスが劣化していく中で、例えばあるお店に行ったらなんて気の利くサービスと思ったら、もう光り輝いてるじゃない、サービス、しかも料理美味しいみたいなね、いやもうここだわ、こういう店だわ、欲しかったのはみたいな感じになるじゃないですか。いやそこですよ。なんか今全振りでちょっと思い出したのが、はい、ついこの間行った、ま、あのラーメン屋さんなんですけど、はいはいはい、ラーメン好きで行くんですが、ガラッてお店あげたら、まあ、古いお店なんですよね。でだいぶ高齢のご夫婦が、なんかこう、お孫さん、多分軽い知的障害をお持ちのお孫さんにお菓子をあげているところで、お店の中でなんかあんまり見ない風景だなと思ったら、確かにお客さんごめんなさいすぐ用意しますねって言って座らせてくれて、でもう丁寧に出汁を取った麺まで手打ちの優しい味のラーメンが出てきまして、美味しそうね。で盛り付けはすごくシンプルだなと思ってキッチンを見たら、そのお孫さんが一生懸命盛り付けをやっていて、なんかこう目に映るもの全てがなんかとても素敵で優しいなっていう、いいね。で麺も別にその製麺してるものを買った方が正直手打ちのものよりは味のクオリティ高くなるかもしれないですけど、この何の化学調味料も入ってない優しい味に優しい手打ちの麺を何十年もやっているっていうことを証明してる、その店の雰囲気全てが良くて、あ、この人たちもこれを徹底してやってて、ずっとこの丁寧な優しい空間作りを意識してなのか無意識なのかし続けてらっしゃるんだなと感動しました。そしてそこにそのお孫さんがまたね、そうなんです、いい感じでね、いい感じでこう活躍されていまして、いやそれ流行ってるでしょその店。僕が入った時一人もいなかったのに、ちょうどランチ前だったんですよ。でランチタイムになったらもう人が止まらないです。あ、そうだと続々です。それってもう前回から今回にかけて申し上げている、今そしてこれからの時代に大切なものとして浮き彫りになっているものの一つなんですよ。だからラーメンも当然美味しい、でももうそこが醸し出してる雰囲気とか、その全てを味わいに来るんですよ、それでなんかそれに包まれて美味しいもの食べさせてもらってエネルギーももらって、よっしゃ仕事頑張ろうみたいなね。わかります。なるのよ、なります。そういうことなのよ、だそこに全振るのよ、だそのお店がなんかね SNS マーケティング駆使してますかっていう話ですよね。いや絶対一つもアカウントないですよ。そうだと思うんですよね。じゃあね、じゃあそれで別に
多くの人たちにモテモテで、幸せにお孫さんも一緒にやっていければ十分なわけですよ、きっと彼らがね、うん、そうですね。そこに多分、まあこれは多分ですけど、やっぱこう彼らの幸福感もある、はい、でそしてそこの幸福感に包まれるお客さんの幸福感もある、うん、やっぱこういう時代ですよと。で本当に楽しないんだなっていうところにびっくりしちゃいますね。だって化学調味料入れたっていいじゃん、僕嫌いじゃないので、そちらの若者受けもいいでしょうし、うんうん、製麺所から大量発注して美味しい麺を取り寄せればいいのに、なぜ楽をしないのかって思ったら大事にしてるからなんだな。そうそう、うん、思うにね、先月12月もね、結構会員さんといろんな会合で会ってて、やっぱり聞こえてくる言葉っていうのは、今のラーメン屋さんの店主さんに、うん、多分ね、なぞらえて言うと、はい、やっぱりそこで手を抜くのは自分もつまらないのよ。ああ、なるほど。そう、はあ、自分もつまらない。はい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 。まあ、実はですね、あと一言、先月、とある地方でやった会合でですね、もう事業承継できる相手もおらず、お店を閉じることになりましたので、これで実はワクワクマーケティング実践会を退会させていただくんだけども、せっかく地元に小坂先生来てくださるので、最後に一言お礼が言いたくて今日は参りましたっていう会員さんがいらっしゃったんです、うんうん、もうかなりご高齢の、会員歴すごく長い、はい、でその方が、いやもう後継がいないんでね、もうこれで商売は引退するんですけれども、小坂先生とワクワク系に出会わせていただいたおかげで、この何十年本当に楽しく幸せに最後商売ができましたっていう、なんかそのもう大会なさる会員さんなんだけど、でもなんかね、すごく自分は嬉しかった。うん、なんかハグし合いましたけどね本当に楽しくね、有意義にいい日々を過ごさせていただいたっていう。いや、楽しく面白い仕事をしながら願わくも登りたいですね。そうか、自分も面白くね、楽しく、はい、有意義に仕事をしながら登りましょう、はい、いい一年にします、はい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は小坂雄二と三田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。